サミュエル・ウェストはイングランドの俳優。サム・ウェストとクレジットされることもある。1966年にロンドンのハマースミスで生まれる。父は俳優のティモシー・ウェスト、母は女優のプルネラ・スケールズ、父方の祖父は俳優のロックウッド・ウェストである。少年時代に子役としてテレビドラマに出演した経験はあったものの、 成長するにつれて演技よりも科学に惹かれ物理学を勉強するためにオックスフォード大学に進学するがそこで演技に興味を持つようになったことから専攻を変えて演技を学ぶようになる大学を卒業後映画デビュー作となるリユニオン再開マイナスで本格的に役者として活動を始めるとその後はテレビドラマを中心に活動する一方 舞台やラジオに俳優と出演するだけでなく、演出家として関わるようになるなど幅広く活動するようになる。1992年の映画、ハワーズ・エンドでの演技が高く評価され、第46回英国アカデミー賞の助演団優勝にノミネートされる。2014年5月に長年のパートナーである劇作家のローラ・ウェイドとの間に第一子となる女児が誕生した。 ありがとうございます。